こんにちは、シエロ D です。今日はですね、ストック X とナイキのですね、大きな裁判がですね、ずっと行われているって話を前々からしてたんですけれども、それの続報ということでさせていただきます。さらっとおさらいをすると、以前からね、こういった話がありまして、ナイキがストック X を訴えたっていう話でね、ストック X はアメリカの最大手リセールサービスなんですけれども、主にスニーカーやブランドの商品などを取り扱っています。ことの発端としては、ストック X が独自で NFT 事業をやるということで、ボルト NFT っていうんですけれども、ナイキのスニーカーの NFT バージョン、これをですね、実際の製品と抱き合わせで販売するという、そういったサービスを開始したんですね。それに対してナイキは、うちの商品を勝手に NFT 化して売るなんてどういうことやということで非常に怒ったわけなんですね。そういったことが原因でこのストック X を訴えたわけなんですが、この裁判がかなり泥沼化してて、ナイキは裁判でストック X に対して、ナイキの製品の商標権、そしてブランドイメージを著しく傷つけているということで、このボルト NFT のみならず、ストック X が普段取り扱っているナイキの製品、こういったスニーカーですね、主にレアスニーカーとかプレミアのついてるものが多いんですけれども、こういったものの中にフェイクが含まれていると、要するに偽物販売をしているということを指摘してですね、実際にナイキの弁護士が検証用に大量のスニーカーを買ったところ、その中から複数のフェイクが見つかったということなんですね。それに対してストック X 側も、自分たちの鑑定に問題はなかったと、さらにナイキに対して、ナイキ製品自体のクオリティが低いためにフェイク業者に簡単に模倣品を作られてしまうということを指摘して、お互いに歩み寄らず、バチバチの法廷論争に発展しているというのが今の現状なんですね。というのがこれまでの流れで、もし細かいところ気になる方は再生リストを作ったんで遡って見ていただけたらと思うんですが、そんなナイキとストック X の裁判の中で、先にも話した通り、フェイクスニーカーが非常にね、蔓延しているというのがね、浮き彫りになってきたわけなんですね。ストック X は基本的にこんな感じでですね、真贋鑑定をしたスニーカーに関してはバッジをつけるんですね。これが本物の証明鑑定済みってことになるんですけれども、この鑑定を行う際にですね、弾かれたスニーカー、それが今回の本題なんですけれども、ストック X がストック X に持ち込まれたフェイクスニーカートップ5をこの度明らかにしたんですね。そのモデルが一体何だったのか、それをこれから紹介していきたいと思います。それとともにですね、ストック X CEO の見解であるとか、フェイクスニーカーはどういうモデルが多いのか、なぜそれらのモデルがフェイクを作られてしまうのか、そういったところをこれから解説していきたいと思います。今後皆さんがリセールサイトなどでスニーカーを買う、その時の参考にもなるかなと思いますんで、これから詳しくお話をしていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ではここからね、ストック X に持ち込まれた弾かれたフェイクスニーカーのトップ5をですね、ランキング形式でお話をしていこうと思います。もうほんとね、有名なモデルが多いんで、スニーカーが好きな皆さんだったら大体ね、どのモデルも知ってるかと思うんですが、予想しながら見ていただければと思います。今回の情報のソースはフットウェアニュースというね、海外メディアがあるんですが、こちらの方の記事を参照してお話ししていきます。まずは第5位ですね、5位のスニーカーはこちらです。スニーカーというか、そこサンダルなんですけれども、アディダスのイージースライドピュアですね。これ僕も去年買ったんですけれども、最初にこのスライドが来たということでですね、まあ正直これはドンキとかでもね、普通に、よく似たサンダルが置いてたりとかするんで、しかも格安でね、だからフェイク作られやすそうやなって感じはするんですけれども、もともとね、このイージースライドの値段っていうのが定価でね、9000円ちょいぐらいなんですよね。だからオリジナルの方に関してもですね、原価は結構安く作られてると思うんで、そういったところもフェイクになりやすかった理由なのかなと思うんですけれども、その上にやっぱり人気も高いということがあって、プレネで取引されてて、新品だったら2万円台になることだって全然あります。ただのポリウレタンのサンダルに2万もかけるって考えるとですね、相当好きな人じゃないと買わないんじゃないかって思うかもしれないんですが、このね、イージースライド販売されてからかなり人気が高くて、即完売するんで、結構なプレ値がついてても買っちゃう人はいるんですよね、僕みたいに。ちなみに僕1万7000円ぐらいでこれ買いました。プレ値かなり乗ってますよね。高いっすよね。これが5位ということで、かなりの即数ストック X はキャンセルしたということですね。4位はこちらです。ナイキエアジョーダン1ハイダークモカですね。まあ言わずと知れたというか、予測はついてた方多いんじゃないかなと思うんですが、だいたいね、ストック X でフェイクが出回ってるっていう風な話のですね、結構最初の方に上がってくるモデルがこちらじゃないかなと思うんですよね。スニーカー好きの方は特にね、ナイキやジョーダン好きな方は知っての通り、このダークモカ発売されてからかなりプレ値がついたんですよね。配色もね、トレンドを抑えてて、トラビスコットのコラボとも色が似てるっていうこともあってですね、スニーカーヘッズのみならず、普通にファッション好きの方、おしゃれなジョーダン1ということで普段買わない人もですね、これはかっこいいということで、いろんな方面から人気の高かったモデルなんですよね。でこれ発売当初、フリマアプリにね、めちゃくちゃフェイクが出回ったんですよ。しかも印象的だったのが、発売前からですね、フェイクがフリマアプリに蔓延するという、そういう異常な事態が起きてたんですよね。これね、以前に白龍さんとのコラボの時にもお伺いしたんですけども、こういう価値の出そうなスニーカーっていうのは、ナイキの工場で作られてる時にですね、かなり高い代金を払って、そのサンプルをフェイク業者が購入するらしいんですよね。ナイキの工場などの内通者を通じてね、悪いことするやついますよね。そんな感じでですね、正式な発売日のだいぶ前から、フェイクのスニーカー
貨が作られるっていうことがね、今普通に行われていることみたいなんですが、それの最たる例がこれってことで、ダークモカに関してはフライングしてフェイクの方が先に発売されたっていうですね。まあ逆にね、フェイクって分かりやすいっちゃ分かりやすいんですけど、この当時ね、もう本当にスニーカーブームというか、めちゃくちゃやっぱ流行ってたんで、偽物を捕まされてしまうスニーカー初心者というか、ビギナーの方っていうのは多かったみたいなんですよね。まあ正直フェイクのクオリティがね、最近上がりすぎてるって話聞くんで、ストック X の鑑定士すら鑑定ミスることがあるわけなんで、黒留めでもごまかされてしまうことは全然あるんでね、怖いところですよね。そして次3位はこちらですね。トラビス・スコットエアジョーダン1ローリバースモカですね。またモカ系が来たんですけれども、去年出たトラビス系のスニーカーの中で一番高値のついたモデルですね。市場価格は2桁万円を全然超えてしまうようなですね、金額で取引されていて、まあ言わずもがな非常に人気のあるモデルですね。ジョーダン1ローの人気が高まっていたのは、やっぱりね、トラビスのロー推しのね、コラボ戦略みたいなところがあったと思うんですけれども、それに加えてこのリバースモカに関してはですね、ホワイトの部分が多くてクリーンな感じのイメージのあるリバース仕様のカラーブロックになっているっていうことと、あとね、やっぱりこれさっきのね、ダークモカにも言えるんですけれども、ナチュラル系のカラーというか、こういったブラウンやベージュのカラーっていうのは非常にね、服にも合わせやすいんで、これもね、いろんなファッション好きからね、支持されるスニーカーだったため、あとトラビス系のジョーダンがね、久しぶりに発売されるっていうこともあって、すごい高値のつくモデルになったということですね。これのフェイクがかなり多いですよというふうな話で、まあそうですよね、ダークモカ作れるぐらいだったらこんなん全然作れるでしょうし、これもおそらく、フェイク業者がですね、先にサンプルを手に入れてそれを元に作ったっていうふうなものだと思います。しかしこれね、プレネがね、さっきも言ってたみたいにかなりついてるんで、偽物捕まされちゃ本当にたまったもんじゃないですよね。1万円2万円損したとかそういうレベルじゃなくて、10万円とかになってくるとね、僕が20代の頃に住んでたボロアパートがあって、そこね、家賃が3万8000円だったんですよ。そうやったらもう本当に何ヶ月も住めちゃうというですね、まさに家賃よりもでかい出費ですよ。それがしかもフェイクだったと思ったら、もう正直発狂ものですよね。サイコメトリー使って出品したやつ追いかけ回したのか思いますよね。そして2位はこちらですね。アディダスイージースライドオニキスですね。これ皆さんも記憶にめっちゃ新しいと思うんですけども、最近あったイージーの再販で発売されたイージースライドの一色ですよね。一応前々からね、何回か出てるんで、この色は定番カラーの真っ黒オニキスですよね。これもフェイクがめっちゃ出回ってるということでですね、持ち込まれた量がかなり多かったみたいですね。5位で紹介したピュアもそうなんですけれども、やっぱりね、正規品の発売日に合わせて紛れ込ませて売るとね、フェイクと気づかれにくいんで、再販が何回もある製品に関してはですね、フェイク業者も大量にフェイクを用意して販売する機会を多くしやすいっていうのがありますね。さっきのダークモカ、リバースモカみたいにですね、かなりのプレネがつくもの、だったらですね、正規販売が1回しか行われないモデルでもフェイクを作って元を取ることができると思うんですね。何回も発売、再販があるモデルに関してはですね、再販されるたびにそれに合わせて都度都度、フェイクを売るというですね、そういう手法が取りやすいっていうふうなところですね。特にこの黒っていうのはね、一番人気で無難なカラーでもありますんで、6月1日にあった再販でもね、これは8万足ぐらい出たらしいですよね、世界で。新色のブルーよりも多い足数が出たっぽいんですけれども、それでもプレネで言うとですね、このオニキスの方が値段がついてるんですよね。再販何回もされているにもかかわらずですよ。黒っていうのはもちろん無難な色でもありますし、イージースライド自体が裸足だけじゃなくて、靴下を履いてね、履く人が結構多いので、春夏とかに限らずですね、冬も履けるモデルになってるっていうところも、このフェイクを売りやすい理由なのかなとも思いますね。そして次第1位ですね。第1位は皆さん多分もう予想できてると思うんですけれども、こちらですね。ナイキダンクローパンダですね。まあもう皆さんね、ストリートでめちゃくちゃ見ると思うんですよね。特に繁華街とか行ったらね、1時間に何足も見ると思うんですよね。というぐらいこれ浸透してて、すごくね、ヒットしてるスニーカーで、エアフォースワンの次の定番みたいな感じでね、言われることもあります。それぐらい再販をね、繰り返して、最近はね、ちょっとあまり傾向にもありますけれども、それでも基本的に完売する、モデルであるこのパンダですね。ダンクローが人気っていうことと、あとね、白黒の無難なカラー、こういったところもですね、人気の理由ではあるんですが、ニューヨークではパンダエミックって言って、パンダカラーのこのスニーカーと、感染拡大のパンデミックをかけてですね、パンダエミックみたいな感じで言われたりすることがあるほどですね、めちゃめちゃ流行ってるスニーカーなんですよね。で、このね、流行ってる理由っていうのがね、女性に受け入れられたことめっちゃ大きいかなと思うんですよね。男性はもちろんこれ履くんですけども、女性もね、ダンクローで多分一番人気のあるカラーがこれじゃないかなと思います。ダンクはね、ナイキのスニーカーの中でも割と定価は安い方なんですよね。こういう限定スニーカーの中ではね、1万3000台ぐらいで今も買えますんで、割と手が出しやすいってところももちろん人気の一つですよね。これが第1位ということで、もしかしたら街で僕らが見てるパンダの中にも偽物がおるんかなみたいな感じがしますけどね。このように5つのモデルがですね、フェイクスニーカーの持ち込まれたランキングということで、もちろんね、ストック X はこれら全部ね、キャンセルして跳ね返してるらしいんですよ。受け取り拒否というか鑑定で弾いてるらしいんですけれども、その弾いてる中で多かったスニーカーがこういったランキングになったということですね。で、このフェイクになるスニーカーの傾向というのがですね、もう明らかにわかるところなんですが、全部ね、ローテクなんですよ。ジョーダン系とかダンクとかはですね、元々
ともと1985年に作られた、モデルのですね、ほとんど仕様変わらず、ちょっとしたデザインを変わってるぐらいで、素材なんかはほとんど変わらずですね、そのまま継承されて復刻されているようなモデルなんですよね、この3つ。なので仕様としてはですね、非常に簡単な作りになっていて、フェイク業者が真似しやすい、模倣品を作りやすいものなんですよね。材料も技術も簡単に手に入るし、大量生産もしやすいということでですね、フェイクの標的にされやすいってところがありますね。あとイージースライド2色入ってましたけれども、これらもですね、ここ数年で発売されているものなんで、技術的には高いのかなと思われつつですね、全然高くなくて一体成型っていう風に言われていてですね、アッパーとかソールとかそういった概念が全然なくて、単一のウレタンフォームのみで作られているサンダルなんですよね。だからまず材料費がすごく安いのと、肩さえできてしまえばですね、あとはそこに材料を注入するだけなので、大量生産もしやすいし、製造に関しても本当に簡単という、フェイク業者にとっては格好のフェイク対象モデルになるんですよね。そういったところからですね、やっぱり作りやすいスニーカー、フェイク品を作るのにコストもかからないし、手間もかからない、しかも人気が高いというですね、販売するのに効率がいいものをですね、対象に選ばれているという傾向がありますね。ストック X によると、過去1年間に持ち込まれたスニーカーの中で取り扱いを拒否したものの理由として、製造上の欠陥、破損した箱、使用済み製品、間違った製品、間違ったサイズ、その他、そして偽造品ということでですね、こういった拒否理由を挙げているんですが、この偽造品のですね、占める割合というのが大体 20% だそうです。そしてその 20% の偽造品、これらの総額は3000万ドルを超えているそうなんですね。それほどまでに偽造スニーカーがですね、持ち込まれているということを明かしているんですね。ストック X の CEO スコット・カトラは、私たちが構築したグローバルチームと何百万人もの顧客が愛する製品を適切な価格で確保できるよう支援するというコミットメントを誇りに思いますというふうに声明で述べました。要はストック X としてはですね、この鑑定システム、オーセンティケーターって言って、鑑定士がね、ストック X はいるんですけれども、その鑑定士の目視の鑑定とデジタル鑑定っていうのがあって、まあ例えばね、チェックグッズさんとかがそうなんですけれども、過去のデータなどを参考にして正規品かフェイクかっていうところをちゃんと確認できるようにしているということですね。そんなストック X のシステムとですね、お客さんに寄り添った値段で販売することをですね、誇りを持ってますよということをね、表明しているわけなんですけれども、実際はですね、やっぱりたくさんの偽造品が持ち込まれていることは確かで、それを弾いてですね、残って鑑定通った中にもですね、偽物が混じっているっていうふうなことを言われているわけなんですよね。まあなかなか難しいところですね、このフェイクの話に関しては。今回ね、ストック X がこういったね、トップ5を出したっていうのはですね、これ僕意図があるなと思ってて、これだけフェイクっていうのは作られてるんだよと、ナイキに対してあんたらもフェイク対策ちゃんとやりなさいよっていう風な牽制の意味でもあるんかなっていう風に思うんですよね。そしてストック X のこのレポートの中では、最近はレアスニーカーとかばっかりじゃなくてですね、比較的低い金額で取引されるモデルに関しても、頻繁に偽造されたスニーカーが出回ってますよということをね、述べているんですけれども、その例がね、この1位になっているダンク、パンダダンクですよね。これなんかもうね、プレネ一応ついてはいるんですけども、ギリついてるビプレネって感じで、元々の定価にプラスね、数千円ぐらい乗るか乗らんかぐらいの感じのね、金額で取引されてて、最近はね、ナイキブームもだいぶ落ち着いてきてるんで、プレネのつく幅も減ってきたっていうのもあるんで、こういった比較的ですね、プレネのつく幅が低いモデルであってもどんどん偽造されてるっていうのが現状だそうです。なんせ今回の話、非常にですね、ナイキにとっては耳の痛いところではあるでしょうし、アディダスもね、スライド、こんなもうほんまに作られやすいに決まってるような形してますしね、素材とかも。一応ストック X に関してはですね、今後もこのフェイク対策に関してはですね、強化していくということなんですけれども、皆さんの中でですね、この話を聞いてフェイクスニーカーが蔓延していることに対してのですね、いろんな意見あると思いますんで、そういったところもコメント欄で聞かせていただけたらと思います。まあなんせね、ナイキとストック X の裁判についてはこれからもどんどん続いていくみたいなので、訴訟の一部でナイキが勝ったっていう話も聞いたんですけれども、この裁判の決着っていうのはまだ全然つかないですし、おそらくね、長期化すると思いますんで、また続報があればですね、お話をしていきたいと思います。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。 CRD でした。風が通り抜ける outside inside 素足みたいな感覚 freedom 1秒で吐く難なく楽すぎて麻痺する感覚スニーカー混んでも吐くサンダル I'm good スーツで決めるサンダル I'm good, I'm good.